方南町のところにね、品そばで洋探偵っていうところがあるのね。ここね、すごくね、おしゃれなね、まあ、店頭、あと店内、それにもうシンプルでね、若い人もね、いっぱい通い詰めてるんで、ラーメン屋さんがあるので、早速訪れてみました。ここのね、品そば620円。もうね、醤油とカツオのね、もういい匂いがね、もうほんのりね、漂ってきてね、昔のね、昭和50何年ぐらいの、なんていうの、ラーメンをね、見てるようなね、もうレトロ感がたまらない。具もね、海苔とチャーシューとあとね、ちょこっと刻んだね、ネギとメンマ、2、3本。いやもう本当にね、シンプルイズベストや、これ。チャーシューがなんかすごく変わってて、ボンレスハムをカットしたやつみたい。昔のね、ボンレスハム、こういうね、カットしたらね、見栄えがこうだったのよ。そういえばさっきから気になってたんだけど、カウンターに置いてあるね、招き猫がね、可愛くない。犬みたい。ちょっとね、これ、可愛くない。それじゃあね、早速ね、このね、品そば食べてみたいと思います。入店してね、最初ファンクね、一人だけだったんだけども、次から次へとね、もう学生とかね、もう若いお姉ちゃんとかね、あと、若い男の人とかね、ガンガン入店してきてたのよ。すごくね、若い人たちに支持されてるお店みたいよ。今日はね、この動画をね、見る前にね、皆さんに諸注意があります。ジャスがね、この時、どれぐらいだったかな？5週連続連勤の日でね、1日も休みなくてね。いや、もうね、精魂ね、突き果てております。ガチョウって言っちゃった。画像を見ててね、エクトプラズムが出るかもしれませんが、そこら辺はね、ご了承ください。髪の毛ももうくしゃくしゃですよ。心の中ではね、もうね、やってられっかっていう感じよ。この世のね、生あるものすべて、死に耐えろってね、思うぐらいね、ちょっと暗黒面に落ちておりますので、小汚いね、おっさんの画像でもね、皆さん、温かい目でね、見ていただけたら、ファンクちゃん、嬉しいです。それでね、ここのね、ラーメンをね、食べてみたね、印象なんですけども、うまい。もうそれ以外ね、もう言葉はいらない。もうね、ストレートにね、美味しい。いや、未だにね、こういう、なんて言うのかな、あっさりしてるけどね、もう美味しさがね、ダイレクトにね、伝わるラーメンはね、珍しいと思う。最近ね、あっさり系のラーメンもね、いっぱい食べてるんだけども、その中でね、ここがね、1番か2番目ぐらいに来るぐらいね、いや、もう、美味しさがね、ずびしとね、来ますよ。特にね、カツオの出汁のね、使い方がもう、絶品。口にね、含んだ瞬間ね、まあ、スープでも麺でもね、もう、じわーっとね、伝わってくるのよ。これこそね、本当の品そばだと思う。もしね、方南町をね、お酔いの際は皆さん、必ず寄ってください。寄らないと損しますよ。これが本当のね、昭和の品そばです。そういえばね、方南町はね、もう若い自分ね、めためたナンパしに来たよ。若い子多いのよ、ここら辺。で、もう、片っ端からね、声かけてね、100人ね、声かけて1人ね、ゲッツというね、それぐらいね、もう、腕をね、磨いた場所です。久しぶりにね、訪れたんだけど、未だにね、やっぱり若い子多いですね。まあ、新宿も近いしね、だからね、だから交通の便もいいし、周り学校多いし、久しぶりにね、駅のところのね、お蕎麦さん行きたかったのね。ここら辺住んでる人みんな知ってるんだけども。なんていうのかな、昔からあるさ、朽ちた感じのさ、見た目が食欲そそるよね。ちょっとね、休みだったからね、寄れなかったんだけど、またね、訪南中ね、寄った際、久しぶりにね、あそこも食べてみたい。なんか、お店とか、あと、
なんか街のねイメージも全体的に変わって、だからねまたねちょっと方南町を少しねなんか散策してみようかなってファンクってね思ってる。ちょっとね仕事忙しくてね回ってられないんだけども、機会があったらねちょっとねいろいろね回ってみたいと思います。あとね宿敵のねおばさんいなかったここのさ品のあの品そばのさラーメン屋さんの向かいにスーパーあるじゃん。あそこにね自転車いっぱいなんか止めるスペースあるんだけど、通路歩いてた時にそっから出てきたおばちゃんにね靴踏まれたのね。向こうがガーって来てさあのキーって止まったんだけど、同時にね止まったとこがファンクの足のところで靴踏むような状態になった時にどきなさいよって言われたのよぶつかっておいてでもねあのおばちゃんの、ね、迫力がすごくてねファンクねあすいませんってどいたのよ。あの雪辱を晴らそうと思ったけど、まあさすがにいないね、あのおばちゃんね本当あの帰り道ね車に控えて死んでればよかったと思う。信濃町はでもねあのまあ活気が溢れるからねそういう人もいっぱいいますよ。またねちょっとね方南町をね訪れた時のね映像をね流せたらと思います。それじゃあ今日はここまで、じゃにー。こないだねツレッとね吉野家のね恵比寿店へ行ったのね。ここねどこの店舗よりもねおしゃれな作りしてて、それねあのびっくりしたんだけども、ここねパクチー牛っていうね恵比寿店限定のメニューとかね、あとね吉野家なのにねカツ丼まであるんですよ。あとね日本カルビとかそれをね食べてきた時の映像です。次回ね当たり会です。すごいよあの進化したね吉野家、皆さんにね元ね吉野家のね店員がねお伝えしたいと思います。それじゃあまた次回。